はようございます今日は、まあ、今から宝塚に行くんですけど、もうドスッピンです。で、まあ、今からカラコンを入れていきます。カラコンはレビアのこれ入れていきます。ちょっと手洗ってくる。カラコン、ま、もう全くほぼ目見え。よいしょ、入った。なんとか入った。もう汗かいてきてんけど、暑いな。とまず化粧水も全部塗ったから、うーん、あ、下地はもう前と一緒やと思う。これです。で、ラロシュポゼのピンク、ちょっと急いでます。実はなんか、まあ、見てもらったら分かるように、あのニキビ跡っていうか、普段メガネつけとるからここにさニキビできちゃって、もうコンシーラーとかしてもよれるし、私びっくりするほど敏感肌やから、癖で肌荒れてもらっても困るし、まあ、ニキビぐらい誰でもできますよと思って基本隠さないです。もうめっちゃ久しぶりやからさ、もうめっちゃ楽しみでしかないよね。月組さんとか1年もないけど、ね、ショーは私初めて、あの日本物見たけどさ、なんか月組さんを見出したのが一昨年やったから、一昨年っていうかアイアムフロムオーストリアってやつやったから、月組さんの普通のショーを見たことがまだないから。で、これを首に塗っていきます。あのね、学生さんっていうか、なんか別に肌綺麗な人は、肌綺麗でトーンアップしたいだけの人はもうこれとこれだけでいい。正直いいと思う。顔面はこれ、エレガンスの5。顔はね、首は今の首パウダーを使います。なんかパフはこれなんかいいって言ってるから多分いいと思う。なんか中心だけにサササって塗っていく感じです。なんかこれね、すごいいいよ。やっぱ高いだけあって、なんか粒子が細かいの、なんかよく分からへんけど、私結構パウダーはあんまり、なんかずっともうベビーパウダーだけでいいやって思ったけど、これ友達に借りて、あ、いつか買おうと思ってたやつやったから。で、首にこれを塗ります。なんかあの汗防止みたいな感じで結構塗る。アイシャドウしていきます。あ、大丈夫っぽい。私的にはこのアイシャドウベースがないとあんまり乗らへんというか、アイシャドウの持ちが全然違う。あ、やめて、二重の幅頑張った。みんなはさ、どこが一番顔のくむ？私はもう断然顔。塩分とか、何か摂取したもんなら、次の日の顔のパンパンさがすごい。昨日、ご飯、焼きそばやったから。あれ？アイシャドウどこ行った？アイシャドウはこれでーす。06番。ゲットレディウィズミーとさ、メイク動画って何が違うんやろってずっと思うねんけど、あのもうメイク方法はもう前と全く一緒なので、ぜひそちらを見てみてください。昨日は研修生の動画アップされてると思うねんけど、それの編集を深夜の2時ぐらいまでしてて、でそこから今7時に起きて5時間ぐらいけど、なるほど、憂鬱な日じゃないからほんとスーッて朝起きれた。あれ、今日は宝塚だと思ってスーッて起きれたからさ、何か楽しい日がある時ってさ、例えば東京とか行っとった時もそうやけど、スーッて朝起きれて、もう2、3時間ぐらいしか睡眠しなくても
びっくりするほど起きれるから。あとさ、思い出した自分がメイクしとって、あ、ちょっと本当に昨日今夜比べてみましたか、見とって。じゃあまこちゃんが出てきたわけ、小川まことさん。それで韓国風になりたいみたいな、韓国の女優さんなんかみたいになりたいみたいな感じで出演されてて、ああいう何やろ、変身してみましたみたいな企画ってさ、なんかビフォーの方が良くないみたいな思ったのが結構多かったやん、これまでこのいろんな番組で。なんかそのメイク変じゃないみたいな思うことも多かったんけど、昨日見た時もすごい良くて、メイク一つであんなに印象が変わるんやと思って、それを見た時にはメイクって奥が深いなと思って、すごい良かった。あの番組ナイトルーティンの話とかめっちゃ面白くて、なんかヨレヨレのパジャマがどうのみたいな、私も今見た通りヨレヨレのパジャマで、なんかもう安いやつでいいからさ、やっぱ着心地は大事、もう睡眠ってほんま大事やもんね。今日も次上がるかな、湿気がすごいからさ、なんかなんだかんだで湿気がすごいと夏毛そんななんか保たれへんことに気づいて、あ、壊れた。常に冬に戻りたい。今からほんまに暑くなるからさ、もうでさ、マスクもさせなあかんからもう大変よね。あ、そう、最近ね買ったマスカラねんけど、さかちゃんどうした、なんかこれキャンメイクセパレートみたいな、この細いやつ、これね下まつげにめちゃめちゃ良かったですよ。これフレアリングカルマスカラボリューム、もうなんかもうまつげの感じが、今日絶対湿気で落ちますよって言ってるわ。先にこの、ケイトのリップモンスターの02と05か、これとこれマジで落ちない、前も言ったけどこれを重ねます。これだけやったら明るいねんけど、これだけやったら暗いから、妖艶が欲しいねんけどね。今日泣くかな、なんかみんな泣くって言うからさ、泣くかな。私今結構泣くかどうかがすごい気になる自分が。で、なんでさ、なんかコンサート行く日ってさ、こんなにコンサートじゃないっけ、今日は多分泣くからアイラインは引かずに行きます。ほんま気持ち次第だなと思うもん。仕事とかの準備って別に楽しくないけど、オタクするっていうだけでさ、もうメイクが楽しくて仕方ないやん。いつも仕事とかなんかもう普通にそこら辺買い物するときってメイクするのもめんどくさいし、ほぼすっぴんでさ、もうすっぴんメガネみたいな、で服もこだわらずにみたいな感じやけど、オタクする人も何するにもめっちゃ時間かかるから、でもさ、それがすごい楽しくてさ、あ、今日は何、あの、あ、これをこれに行くからどうしようかなとかいろいろ考えながらさ行くのほんまに楽しいよね。コズミキさんのシェーディングフェイスカラーをノズシャドウしていきます。これすごいお気に入りで最近ずっと使ってる。私も鼻がとにかくコンプレックスやから、なんか今日とかいつもやけどテンション低いよな、なんかもっとなテンション上げたいねんけどな。もう1ヶ月ぶり、前いつ行ったっけ、4月のいつ行ったっけ、 20? 前も20やったかな、その時もカニスト行ってんやった、19やったかな。あとさ、あのさ、最近さ、山ちゃん南海キャンディーズの山里さんがさ、宝塚にハマったらしくて、やっぱり
山ちゃん一応ハロオタやんね。奥さんが蒼井優さんでアンジュルムのオタクの方やけど、山ちゃんハマったから蒼井さんもなんかハマるんかな。あれはハマるよ、やっぱどの界隈のオタクでもやっぱハマるんちゃうかな。今日は釣りシーのキラキラをつけていきます。ほら、わかる？ちょっとつけようか。ほっ、ほら、もうキラキラ。普段もね、こんなキラキラつけないけど、全く恥ずかしい。キラキラつけていこうと思ってキラキラつけました。あ、顔面はこれで完成ですね。うん、顔面はこれで完成なので、ちょっとおばあちゃんを送ってきます。あ、性格からもこのまま送ってきます。よいしょ、はい、送って帰ってきました。あ、見て、昨日言ったかな、手のほら蚊のやつ結構良くなったよね。かゆ金管乗る金管。あ、これが一番効くんちゃうかなって思うねんけどな。どれが効くんやろ。あ、臭もう臭い、臭い、めっちゃお腹鳴る。朝ごはんは食べたいけど、ちょっといいかな。なんかこれがないと床焦げるのでこれいる。なんか顔薄いような気もするねんけど、どうせな。あ、ハイライトや、ハイライトしてなかった。ハイライトしよう。ハイライトもこの小泉木さんのやつ使います。チークはもうしないかな。あ、なんか今日はすごい余裕がある。意外といつもメイクにさめちゃめちゃ時間かかるねんけど、今日は大丈夫。なんかここら辺だけ巻いてで分けるって感じ。なんかさ、私だけかな、例えばさ友達と遊ぶ時にさ朝早かったりするやん。朝早いっていうか、うん、朝早かったりする時におはようみたいな、今日もよろしくみたいな感じの LINE を送るんやんか。あ、その意味はおはよう起きとるみたいな意味で LINE を送るねんけど、みんな設定してる？私はもうなんか生存確認というか、もう絶対それでなんかもう帰ってこへんかったらなんか、あ、寝とるんやなみたいな感じで思うみたいな感じで LINE を送ります。そういうなんかやっぱ心配やんか、なんかあったんちゃうかなみたいな、もう心配で朝絶対そういう LINE を送るようにはしてる。あれ、元明治さんいらっしゃいました。いらっしゃいました元明治さん。これ今からマジで時間ないから頑張る。なんか前は髪の毛結構粗末に扱っとったけど、なんかよいしょ、昨日ちゃんと髪の毛いたわってきたからさ、髪の毛量多いから、おー、量が多いからな。ポニーテールってなんか、あ、こんなに難しかったっけ。気持ち巻いていく。170以下にしてくださいって言われてさ、これもう140しかないよね。でもこっち見て多分やったら 100% やけどするから私。ほんまにさ、この色がさもうめっちゃいいよね。今日はもうあの顔のシェーリングしてないから顔は膨張してます。今日久々のキャットルレーブやけど、なんか買おうかな。なんか明日からが朝様の初日やねんけどさ、まあ、行かれへんねんけどね私。面白いぐらい全部外れたから行かれへんねんけど、なんか明日やったらパンフレットとか買えたのになぁと思って。もはやもうどこが、あ、ここも負けてないか。あー怖いよ、あー怖いよ。
んか巻き方はほんまに適当、どこを巻いたかどこが巻けてないのかも分かる。でもまあこれぐらいでしょう。これピアス、ピアス、これセーラームーン。これな、難点はマスクがしづらい、長いから。よいしょ。あ、めっちゃ可愛い、ほら。あー、もう可愛い、セーラームーン。一個やったらでかいよね。みんなはさ、朝ごはん食べる派？食べない派？私はもう完全に、完全にね、食べないんですよ。何かしら、こう食べないといけないときは、時間があったら、もう何かしら、ちょっと、なんか食べるけど、時間がないときはバナナ1本みたいな。バナナ結構優秀で、栄養がすごい多いから、いいんやって。なんかだから、なんか夏バテとか、だいたい私しんどいときとかもバナナ1本みたいな感じ。白、私が使ってる香水。なんかもうさ、どこにつければいいか分からへんけど。ほいほいほいみたいな。まあつけとったらいいやろみたいな。この匂いがすごい好きで、あの万人受けする匂いやからすごい好きなんです。あ、いいじゃんいいやん、これかわいい、このシュシュ。もうほんまにこれかわいいよね。もうさ、白いからこのキラキラがもうすごい目立つ。あとみそのさくらさん、トップ娘役さんがカードキャプターさくらが好きとか、なんかセーラームーンが好きとか、結構私の好きな、なんか、あの、アニメが好きな、だから、なんかすごい親近感湧いてて、だから、セーラームーン好きやし、みたいな、サクサクだし、みたいな感じで、今日セーラームーンつけていきます。さあ、今日はね、あの、ほとんどなんか、ちゃんと喋ってないような気がするけど、でも、リアルな、ゲットレディウィズミーでした。まあ、メイクのね、まあ、参考になればと思うし、あの、なんか、準備しとった時の、あの、なんか、お供にもなればいいなと思います。でも初めてやったから結構なんか喋られへんことも多かったんけど、集中してたら、まああの、はい行ってきます。もう超楽しみ。バッグはもうね、あのジルスチュアットにしました。じゃあ行ってきます。バイバイ。